沼貝シナノドンタラウタは、淡水に住む石貝かの二枚貝。日本の他東アジア一帯に分布する。川や沼の底の泥中に生息する。近縁種の互いとともにドブ貝と呼ばれることがある。拡張は、最大20センチメートルを超える。テレビ、東京日曜ビッグバラエティ、緊急 SOS 長距離大怪物が出た。出た。池の水全部抜く。 大作戦4では3 4トルの沼貝が捕獲された。殻の色は緑色から黒色まで変異が大きく、色体がある個体もいる。殻は薄くて乾燥させると自然にひび割れることが多い。沼貝に限らず、互い、船ドブ貝、丸ドブ貝などにおいても義手派が全くないことが特徴である。互いと形態的に非常に類似しているが、 繁殖期やグロキディウム妖精の形態が異なる。また、互いは、拡張が、通常10センチメートル以内である。繁殖期は、春から夏である。グロキディウム妖精は、吉登りなどに寄生する。身は泥に由来する強烈な悪臭がこびりついており、泥抜きを、徹底的に行う手間を要することから、食用にはあまり向かない。巨大シジミ発見の依頼で、 ハットリー緑地内の池に生息するドブガイを実際に調理して試食する様子が放送された。ありがとうございます。